はい、どうも、組んでみたレビューです。青島のグランジャパン、あ、グラちゃん、グラちゃんジャパン2度は後期です。これもね、もっとグラちゃんの方はやっていましたけど、普通のグラちゃんの方はやってませんでしたし、これは、まあ、また今回もこれも中古品を組み立てました。もっとグラちゃんの時はね、ちょっと硬派な走り屋をイメージっていう風にしましたが、走り屋硬派なイメージやってみましたが、今回一点こんな感じにしてみました。塗り分け方としては、塗り重ね方としては、シャンパンゴールドの上から、クリアレッド、ガイアのクリアレッドですね。なので、330の、330はあれ、組んでみたやってないわ。まあ、こんな感じになります。こんな感じです。で、今回なんでこの赤にしたかっていうと、自分の中でスカイラインって、歴代ですけど、歴代、まあでも、ケンメリからかな、だと、青系が似合うっていう持論が自分の中にはありまして、青とか青メタとかねが似合うっていうふうに自分は思ってるんですけども、やっぱまあ社名が意味することからかなとか思ったりもしますけども、赤系で塗ったらどうなるかなっていうふうに思ったので、ちょっとこういうふうにしてみましたが、どうでしょう皆さん。で今回モッドグラちゃんの時はここキット標準からちょい下げぐらいだったんですけど、このグラチャンシリーズの方はね、ここタイヤ、こう、ショルダーがね、こう、思いっきり引っ張ってる感じなので、もっと下げないと多分、いい感じの車高の感じにならないかなというふうに思ったので、今回も舵取りなしにして、珍しく舵取りをなしにして、とにかく下げる方向に注力してみました。注力してみました。結果ね、ちょっと今浮いてるんで分かんないと思いますけど、このスポイラーが、ギリギリ地面に設置してないぐらいまでね、落としましたけども。まあ、ジャパンはね、なかなか難しい車かなっていうふうに思います。それっぽく見せるためにね、特に、まあ、ヘッドライト周りとかね、青島の、モデルカーの、新しい金型追加されたジャパンね。あれはまだちょっと組んでないんであれなんですけども、ちょっと、難しいところもあるのかなっていうふうに思います。あと、富士見のジャパンも、もう悪くはないと思うんですけど、ただ、やっぱり実写の雰囲気をね、そのまま映すのは難しいのかななんてことも思います。またそのうちね、富士見のジャパンも、機会があればね、ちょっと組んでみたをやりたいなというふうに思ってはいるんですけども、なかなかね、ちょっとね、うまいこと回っていかないので、あれですけどもね。というわけで、まあ、ちなみにこれアンダースポイラーついてたんですけど、すいません。割っちゃいました。割ってしまいましたので、アンダースポイラーついてないのでね、もうこのグラちゃんそのままではないですけども、まあ一応ね、まあいろんなことをちょっとやってみないとね、どうしてもその雰囲気が出せるかどうかとかね、あとこう色をね変えてみた時にどんな感じなのかっていうのをね、まあ見ていただけたらなっていうふうに思って、組んでみたレビューの方収録させていただいております。というわけでですね、今回組んでみたレビューは、青島の、グラチャンシリーズ、ジャパン2ドア後期でした。ご視聴いただきありがとうございました。